久しぶりだな。待ってたぜ。お前の8号ともう一度バトルするためにな。八方ヶ原じゃ世話になった。確かに俺は自分の速さにおごりがあった。だが俺にも行動軸トップダウンヒラーとしてのプライドがある。やられっぱなしで終わるわけにはいかない。大地のやつ大丈夫だろうな。社長に口聞いてもらって東道商会のデモカー借りた方が良かったんじゃないのか。いえ、俺自分の車でやりますよ。そんなんじゃ自分の実力で勝てた気がしないから。そうか、そうだよな。デモカーには負けるけど、俺の EK だって足回りは東道スペシャル。下りならどんな奴にも負けない仕上がりになる。おまけにこの峠こそが俺のホームコースだ。たまりにたまった鬱憤を一気に吐き出させてもらう。一瞬で終わらせる。クレバーの戦略にやられた気がするんですよ。さすがだな、ね。
この峠で大輝を待つ。だがここでやめるわけじゃないんだぜ。あんたにリベンジしたいのは大輝だけじゃないんだぜ。